します。いや、使い方がちょっとわからないですけど、動いてる可能性がある。そのまま順番にすいません、目線を左側にお願いします。はい、ではよろしいでしょうか。よろしくお願いします。今回、日の上さんはソーラー祭の作戦を、過去に主催しているので、はい、今回演出作品が初めてで、はい、で鈴木の高藤さんは今回ソーラー祭初めてということで、はい、ホームライブしていますか、準備といいますか、いかがだったのか、今日は聞かせていただきたいと思います。そうですね、まあ、僕は本当にやりたいとこう熱望してやらせてもらったので、でもまあ、どんな作品が上がってくるかわからなかったんですけど、やっぱりできてきた作品はだいぶ面白いなと思いましたし、初めて受けた演出も、なんかこう独特のやり方というか、めっちゃ繰り返すんですけど何回も、でもなんかすごく何かダメ出しするわけでもなく、とにかく何回も何回もこう運動のなんかスポーツみたいな100本ノックみたいにして何回も何回も繰り返す稽古は最初びっくりしたんですけど、でも面白いな、楽しかったですね。俺苦しかったよ、ね、すぐ帰ろうとね、しますもんね。近藤さんが帰りたいってね、熱くばせをしてくるんですよ。もう一回って言ったら、もう一回ってね、繰り返してください。もう一回って言うんだ、言うんだね。そうだ、でも結構厳しいですね、そういう時ね、高齢さん、いや、やりますよ、とかって言われてシュンとしたんだ。シュンとしないで、稽古しましょうよ。でもそういう感じで何回もやってもなんかやっぱりああいう繰り返しの2時間のこう舞台の中でやっぱりこう動きとか派手とかいろいろこう演出が派手とかっていうことはないんですけど、クラスメート同窓生が集まった雰囲気を出すのにやっぱり何回も稽古する必要があったし、その暴力教師と呼ばれた教師が突然同窓会に現れたらっていうことを何回もシミュレーション、自分たちのこう心の中でシミュレーションできるようなそういう稽古だったなと思います。疲れました。明日初日ですもん。これからこれからでしょ、これからなんだね。じゃあ今やっとホッとしたのかな。じゃあな、よし明日からやるぞーって。おっと、そうです。面白いです、すっげー本は面白いんだけれども、やっぱり僕も初めて彼独特のスタイルでこう日常の会話をこう書いていくから、何気ない会話の中に入ってるヒントを見つけるのが大変なんだよね、キーさんの言葉の中に。だからこう流れで覚えようっていう、普通のドラマは流れて覚えていけばなんとなく入るんだけど、彼のは入らないね、行きつ戻りつジグソーパズルみたいになっちゃうのが面白いんですよ、きっとこの年ではちょっと。終わったみたいな。終わったみたいな。稽古の話だろ。稽古です。稽古です。はい。稽古はきつかった。きつかった。ありがとうございます。今きつかった稽古とありましたけど、特にこの稽古きつかったなみたいなエピソードとかございますか。でも本当繰り返すんですよね。2時間の、まあ、約2時間なんですけど、もちろん最初からまるっとはこう繰り返せないので、あるブロックごとにこう繰り返していくんですけど、やっぱ寺井先生が出てきてあたりから心理的にやっぱきつい感じになってくるんで、みんながギュッと萎縮するあたりね、そうどんどんねきつくなってくるから気持ちがねどんどんギュッとしてくるだろ。きついですよね。もうきついの。いや、きついです。みんなから嫌われてるところへ入っていくんだろう。いやそうです。それ何回も何回も、もっと嫌われてもっと嫌われてなんていうのはさ、いや、いいんだ、ドラマの上だからさ。けれども、やっぱなんか苦しいですよね。苦しいですけど、それぞれどんどん苦しくなるんですよね、状況が、はい、今回、皆さん、どの役柄にもこう悩みというか、心に緊張っている部分があったと思うんですけど、そういう役を演じるのに苦労したことがあったら教えてください。今、私の役は、とてもやっぱり、かなり傷が深いというか、まあ、いろいろ背負っちゃってる役なんで、あんまりこういう役を普段やらないので、まず舞台の上で出ながらずっと黙ってるじゃないですか。で家でも結構そうすると引きずって、結構家でもうつうつとしたり悶々としてくると、
なんか体の内側をこうやってこわばってくるみたいな感じになっちゃって、こういう役やるのって結構心理的にしんどいし、その自分の役に対してのこう解放がどこにも出口がないので、結構本当にどんどんやってるとうーんってなってきますね。そう、もしこういう役やるの本当に久しぶりです。いやもう本当にどんどんこう状況が悪くなるっていう役なんで、追い詰められていって苦しいというか、この稽古に入ってからずっと胃の調子が悪い。そうだね。まあちょっと食べ物に当たったせいもあるんですけど、でもなかなか治んないし、で胃が痛くなるぐらいじゃないとこう最後までたどり着けないというか、だから横澤さんと一緒で引きずるってなんかこうなんかあれはずっと持ってる。しちゃう、役柄としては僕も生徒会長とやってたタイプなんで似てはいるんですけど。こんな大ピンチになることってそうそうないと思うんで、それを本当に自分のこう苦しみとしてこう体験しようとすると、もう一回本当にヘトヘトっていうか、はい、がっくりしますね。まあやってる方はね、大変だ大変だっていう話になって確かにそうなんだけれども、見る人はもっと気楽に見てくれていいわけだよね。まあちょっとそれが本当に面白い、ちょっと笑えるミステリーかなーぐらいのね、うん、深刻な話だと重くだろうけれども乗り越えて笑って、そこ結構感情高ぶるシーンとか多かったりするんですけど、こう稽古が終わった時とか皆さんで気分転換ってされたりするんですか？すごい、ホーレスさんほぼ毎日飲みに行くんで、そうです、部活かってぐらいね、サークルかみたいな感じで毎回、まあ、毎回行く方とね、そうやって飲みに行って、飲みに行ったら僕はしばらくしないの、しますよね、しますしてるね、俺飲めないから行かないや、そうですね、近藤さん、うん、結構そこで重要なダメ出しとかされて、あ、そうなんだ、え、ここでみたいななんでさっき言わなかったんだ、そういう場で言わないんですよ、勢いみたいな、そうなんだ、いやでも別に悪い感じじゃないんですけど、なんかすごいいいことで、ね、ヒントになることとか飲みながら言ってくれちゃってるんですよ、ええ、ってなるんですよ、やっぱり本当にすぐこう気持ちをこうずっとさっきも言ったように2時間うつうつとしてると、いつも稽古場で投資をやって終わると、もう冷蔵庫開けてすぐプシッてやってカーッて飲みたい気持ちになって、お姉さんにビール置いといてもらっていいですかとか言って、そう言ってますもんね、じゃあもうすぐ行こうすぐ行こうって言って、それで飲み会になっちゃった、うまいっつってね、ビール飲む、ビールめっちゃうまい、めっちゃうまいめっちゃうまいな、そこでも取り残されてるのが、あーそうか、でもそれ役の上でもね、うん、そうですよ、いやいやいいです、どうぞそれから皆さんでこう舞台始まりますけど、桜とかも咲いてきて、お花見とかも皆さんも行ったりとかしたいですね。でもすごい仲のいいカンパニーなんで、地方公演をもう最初から楽しみしてたよ ね、まず地方と、これが終わったら地方公演行って、もで、ファルコなんで、だから普通逆だから、そうですね、嬉しいな、美味しいもん食べる、お花見とか言うんだったら、やっぱりこう3日4日向こうで休みが欲しいよね、そういうスケジュールってないなんでお休みなんですか、東京でも桜咲いてんじゃないですか、そう咲いてるよ、咲いてますね、東京の桜に期待しようか、そうですね、もうですね、4月はね、はい、劇中の中にいろんな謎が散りばめられてると、後から明かされていくってことだと思うんですけど、見に来られるお客さんにここに注目して見ていってほしいみたいな感じがしたら欲しいですある意味ね、ここがピークだっていう風な、そういう作りじゃないから、注意深く気楽に、でもやっぱり注意深く聞き逃さないようにっていう、もう見終わってちょっと疲れてもいいです、疲れてもいいです、同窓会の話なんで、そうだね、皆さんこう、僕は行ったことないですけど、同窓会何かしらこう身に覚えがあるというか経験もあるでしょうし、なんかやってるとこう、同級生とか先生っていうのは何なんだっていうことをやっぱやってると考えるので、なんかこう、感じ方それぞれでいいと思うんですけど、お客様がどういうふうにこう自分の体験と照らし合わせと思って感じてくださるのかなっていうのはこう興味深いなって思います、楽しみ、そうですね、でも実際
にこういう同窓会だったらしんどくてたまらないですね。怖いね。嫌ですよね。もう集まらない。もう集まりたくないぐらいトラウマになると思うんですけど。まあでも普通に同窓会ちょっと前に、私は2年ぐらい前に会って行ったんですけど、ちょっとした本当にミステリアアパッシーの答え合わせみたいなところは確かにあるなぁなんて思ってやってましたけど、あの時あのこと考えてたんだなんて話をお酒を交えつつ言うと、あの時違うよ、言ったの私じゃないよとか、なんかそんな話出てくるんですよ。まさに怒ってるじゃないですか。いやでもこんなに殺伐としないからしないけど、でもなんかそんなようなことがあるから、なんか見てる人の中にも覚えがあったりするんじゃないかななんて思って、まあ、見ていただければいいし、同窓会ってやっぱ良くも悪くも本当に特殊な会だと思うんで、なんかこれ見て同窓会した人はあんまりないか。ないけど同窓会でこれを見に行く。いやなんか同級生すごいギスギスしますその後いやだから、まあ、団体同窓会の団体を見た人が多分、あいつどうしてっかなとかって思うようなことになったらいいんじゃないかなと思いますけど。今回ご自身小学生時代の同窓会の話だったんですけど、マリンだったりとかマリンだったりとか、井上くんはね、まさにね、僕はもうまさに学園のアイドルだったし、ね、はい、モテモテの自分で言うから、ね、まだ会って間もない時にこのエピソードを話されてびっくりしたんですけど、でもまさにそういう方なんで、生徒会長をやってたね。生徒会長って誰がなっても人気が出るんですけど、まあ、そこは僕だったんでそんなことおいおいすごいでしょ、すごいでしょ、ネタみたいなネタなんですけど、でも本当に学園のアイドルで一生が歌えばみんなが歌うみたいな学校だったんですって。そう、ね、僕が外装してたらもう1年生の女子が教室から外見ちゃうから僕掃除場所変えられたんですよっていうような今ちょっとシュンってなってたじゃん。こんな話なかなかないですよ。私いろんな俳優さんに会ってますけど、どの方もみんなすごく素敵でイケメンですけど、よしおさんのこのエピソードが一番なんかその頃一番モテましたよね。この自信が素晴らしいなと思って。いやでもそんな生徒会長だったら私も会ってみたかったですね。その学園のアイドルとか。私ですか？私はもう本当になんか底辺にさまよってるから本当にマドンナとはもうほとんど無縁な、でもやっぱり変わってて目立ちたがり屋で、よく先生に、それこそ寺井先生みたいな体育の先生にお尻引っ張ったかれたりしてました。あんまり昔のことで思い出せないですよ子供の時の話でしょ戦争直後ですからな、私その目覚め、ああ世界ってこうなってんだっていうのは、物はないし人はボロボロだし、もう街はヤンキーに溢れてるみたいな、だからなんだか分かんない、もう覚えてないですね、忘れたそうですね、でもとてもこう面白い舞台になってると思います、信じてやっております。まだ僕たちは見たことないんで分からないですけど、何かが明日から始まるのでお客様来ていただいて、この作品どういう風になるのかなと思うんですけど、すごい期待あるね。あります、あります。俺たちも入ってどうなるの、すごい期待がある。今日ゲネやっただけでも、あ、見てくれる方の存在がこう力になる舞台だなって思ってた以上に、そう思います。なのでぜひ一緒にこう同窓会に参加してるぐらいのつもりで見に来ていただいて、思いもよらない体験が待っていると思いますんで、はい、ぜひ劇場でお待ちしてます。はい、はい、締めようとしてすごい締めようとしてじゃないそれぞれでもそう本当に同窓会というテーマでなかなか皆さんに近しい話題だと思うんですけども、蓬莱さんの迫力のある会話劇になっているかと思うので、とても見応えがある舞台になっていると思います。ぜひ見に来てください。もうね、これから始まることですから、とにかくね、あんまり幕開というか、どうなるだろうな、楽しいなっていう舞台は正直言ってそんなにないね、もう大体わかるっていう感じだね。これはわからない、だから見る方も楽しんでいただきたいが、申し訳ないが私もやりながら楽しませてもらいます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。ではここまでが以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。